2008年、今後民主共和国サッカー暴動は、サッカー選手の一人が試合中に呪文を唱えたのを、きっかけとして生じた、今後民主共和国の暴動である。2008年9月14日の日曜日、今後民主共和国東部の北紀部州部天坊で、サッカーの試合に関連した暴動が勃発した。この日の試合は、地域クラブの佐古崎と入キシステムによるダービーマッチであった。 暴動のきっかけは、選手の一人が呪術を使ったことであった。劣勢であった、ニーキシステムのゴールキーパーは、サッカー競技場の敵陣方に進み出て、試合を逆転するための呪文を唱えたのである。この行動は、互いのチームの選手間に乱闘を引き起こし、これを仲裁しようとした、警察署長は監修により石を投げつけられた。報道によれば、この状況を抑えるために、 警察当局が群衆に対して催涙ガス弾頭を発射したため避難しようとする群衆の間で衝棋倒しが発生する原因となった。翌日、10代の若者数十人がこの事態に対して抗議を行った。州知事のジュリアン・ムパルクは死亡者の葬儀に出席し入院した怪我人を見舞い事件の完全な調査を約束した。後に、ムパルクは 警官による空に向けた発砲が群衆のパニックを引き起こし、その後の催涙弾の一斉使用によって死亡者が発生したと報告した。また、13人が窒息により死亡し、36人が負傷したことが明らかとなった他に、3人の例外を除き、被害者の大部分は11歳から16歳の子供であったことも判明した。その後、 地域行政により11名からなる事件の研究チームが設置されている。なお、このニュースは国連から資金提供を受けているラジオカッにより報じられた。近年、コンゴ民主共和国の北紀部州では、コンゴ政府軍と反政府武装勢力の間で紛争が繰り広げられており、多くの人々が難民となっている。公式には、第2次、 今後戦争は2003年に終結したにもかかわらず、同地域では暴力行為が依然として蔓延し続けている。また、今後民主共和国では、アフリカの多くの地域と同様に、キリスト教やイスラム教と並んで、伝統的なアニミズムも続けられていることが知られている。ありがとうございます。